どんな思いでヴェルディに来られましたか？そうですね、まあ昔からすごくまあ、伝統のある、歴史のあるチームで、まあ、小さい頃はすごく憧れてたチームだったので、まあここ最近は少し低迷してますけど、まあ、本当にポテンシャルのあるチームだなとずっと思っていて、まあ、僕はもうベテランですけど、そういう技術や、まあ、テクニックのある若手に僕の伝えられる、経験を、まあ、話したりとか、そういうところで力になれるのかなと思っていて、まあ、そういうところが合わされば、まあ、上に行けるなっていうのは常に思っていて、まあ、ぜひ僕も一緒にこのチームで、J1 に昇格してまた、東京ヴェルディという、素晴らしいチームを、J1 でっていうところで、そういう覚悟で、来ました。ではサポーターの皆さんにもメッセージをお願いします。はじめまして、近藤直江です。まあ、今までドゥって呼ばれてたので、ぜひ皆さんにもドゥって呼んでもらえたらなと思っています。50周年という、特別な年にこうやって、素晴らしいクラブに、加入できたことを嬉しく思います。今年の、最後に皆さんと共に、笑顔で、シーズンを終えられるように、一緒に戦っていきましょう。よろしくお願いします。